ジョージ・ペイリー・バニアンは、レバノン出身のアルメニア人指揮者。レバノンのベイルートにて、音楽一家に生まれる。幼少よりバイオリンとピアノを学び、1975年、ロサンゼルスに移住。バイオリニストとしての活動を経て、指揮を、ピエール・ブーレーズ、ロリン・マゼール、フェルディナント・ライトナーに指示し、また、キジアーナ音楽院にて学ぶ。1991年、 ブザンソン国際コンクール式部門にて優勝。2005年から2008年にかけて、スロベニアフィルハーモニー還元楽団の常任指揮者を務め、2007年、カリアリオペラ劇場の第一客演指揮者に就任。またラインラント・プファルツ州立、フィルハーモニー還元楽団、イスラエルフィルハーモニー還元楽団、ウィーン室内還元楽団、 ハーグレジデンティ管弦楽団の主席客演指揮者を務め、スペイン国立管弦楽団と多くの録音を残している。その他、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団、フィルハーモニア管弦楽団、BBC フィルハーモニック、スカラザ、ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団、ロッテルダムフィルハーモニー管弦楽団、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団、 モンテカルロフィルハーモニー還元楽団、ティブ交響楽団、スイスロマンド還元楽団、シンシナティ交響楽団、ボルティモア交響楽団、モントリオール交響楽団、アルメニアフィルハーモニー還元楽団、ロシアナショナル還元楽団と共演し、パウル・バドゥラスコダ、アン・アキコ・マイアース、ジャニーヌ・ヤンセン、マキシム・ベンゲイ・ロフ、ミッシャマ・イスキーなどのソリストと共演している。BMG、EMI、 シャンドスから CD が出版されている。マスタークラスなどにおいて、指導や更新の育成にも力を注いできており、2012年より、パリ国立高等音楽院にて教授を務める。2006年、スロベニアフィルハーモニー還元楽団来日公演。ありがとうございます。